それでは行ってきます。はい、いいですね、ここ段差がないから濡れることなく気持ちよさそう。2度目とお聞きしたので先ほど行かれた方なんか80歳から始められた。素晴らしいですね。前回乗ってからなかなか立てないし、落ちたら上がれないし、上がるの大変ですよね。毎日も体幹トレーニングを1週間取ってきたんです。うわいいな。今日その成果を見ようと思います。うわ素晴らしいあ、女性の方も娘ですよ。あ、お嬢さんです。乗りたいかもしれない。ですね、上がってきますから。それで勝ってますから。うん。あのおじさんとこ行って。